40万人カムちゃんの突破記念でとしましてスイッチ3つ用意しました。応募はチャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです。ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。都市伝説のコーナー。都市伝説のコーナーです。2回目。ってこと言わない。さっき盛大に滑ってた。滑りすぎてテイク2とかやめろ。あいつ都市伝説ということでですね。ガリガリ君です。ガリガリ君といえばね、あの歌でおなじみのガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君。 RG やないかい。 RG やないかい。まあそんなガリガリ君の都市伝説をね、喋っていきたいと思うんやけども、アイス関連とかけまして、ハーゲンダッツ都市伝説を先に喋ろうかなと。溶かないんだ。あ、溶かない。溶けるのはアイスだけということだね。ゾプスザプス 20〜30 年ぐらい前の話になるんだけど、ハーゲンダッツ工場の冷凍庫作業の冷凍庫倉庫みたいな。冷凍庫倉庫。そこで一人、検品中に閉じ込められてしまったお酒がいるっていう都市伝説が結構有名なんですね、意外と。人気の商品だから、一回そこに保管したらもう長時間そこはもう見ませんみたいな。それで、一人入っているにもかかわらず結構長期間放置されてしまったっていう感じなんだけど。長期間どんぐらい？それはわかんないの？半年間です。半年？まあでも、しょぼかったんです、その冷凍倉庫っていうのが。ボイラーがね、そのむき出しになってるところがありまして、そこには霜がないことに気づいたわけ、その作業員。冷静やね。そう、多少溶けてるから氷とかが、そこで水分を補給できたりとか、食い物はもうそこら中にあるハーゲンダッツを食いまくってなんとか食いつないでいたわけですよ。そんなこんなで閉じ込められた当日はまあ生きていられて、2日目3日目、まあ1週間ぐらいまでは生きれました。ただ限界があると。まあそれはそうよ。半年後にやっと誰かが入ってきて、それ見てたらその人がボイラーの壁に酔ったまま凍ってて、うわーマジか。その人の足元にはもう何百個のハーゲンダッツが食い散らかしてあった。うわー、なかなか想像するだけで結構ゾッとするけどね。いや一番嫌な死に方かもしれない。いやいや、問題はガリガリ君ですよ。皆さんガリガリ君、まあさっきも言った通りこんな今ちょっと今取りつかれて、もともとはあれじゃなかったって知ってます？あ、そうなの？そう、元はこれ。はい、見てください。これ何これ、見てくださいこれ。初期ガリちゃんは中学3年生、学ラン来てますから、ほら。学ランマジなんでしょ。おっさんじゃねえかよそれ。もう卒業間近やぞ。現在は小学生がモデルになっていると。で、これね、表向きのね、キャラのコンセプトといたしましては、青空の下でガリガリ君を元気よく食べるわんぱく小僧みたいな設定。そういう設定。ガキ大将みたいな。なるほどね。このキャラクターなんだけど、レトロな感じがしないですか？だってまあそれはレトロじゃないですか。ガキ大将だし。昔からずっとあるからね。1980年代からガリガリ君ってあるんだけど、小学生になってから姿が全く変わっていないわけです。まあ確かに。ああそうじゃん。これってキャラクター変えるのが面倒だとか、そういうサボってるとかじゃなくて、変えられないある理由があると言われている。このガリガリ君はモデルとなったのが長崎の被爆者の子供をモデルにしてるんじゃないかって言われている。でもなんでそれで変えられないんだろうってとこですよね。じゃあなんでそれ言われているのかっていうと、原爆で被爆しちゃうととにかく喉が渇くらしいのね。とにかく喉渇くけど、水とかを飲んじゃうと血吐いて水うまく飲めないらしいのよ。そういうシーンあるよね。水くれみたいな、なんかそういう映画とかで水飲んだら吐いちゃうシーンもあるし、ちゃんと。だから喉が渇いても水が飲めないわけ。地獄や。飲めないけどガリガリ君で喉を冷やすというか、水が飲めない子供でも美味しく食べれるようなアイスを作ろうっていうことで、このガリガリ君のキャラクターなんじゃないかって言われてるわけです。被爆少年といえば裸足の弦。ガリガリ君が発売された80年代には日教祖の推奨漫画ということで、裸足の弦は学校で堂々と読める漫画となり、ガキ大将イコール弦というイメージが子供たちにも浸透する。ガキ大将であるガリガリ君のイメージには、戦後力強く生きた元の姿も重なっていると言われている。でも80年代でしょ、作ったの。だいぶ多分戦争終わってから経ってんのにね、うん、なんで今更そんなのをするんだろう。やっぱ戦争の悲惨さをやっぱいつまでたっても忘れさせないようにしようみたいな、多分そういうだからキャラクターをこれあえて変えてないんじゃないかって言われているわけですよね。こんな感じになると思わなかったまあね、ガリガリ君のようにね、パッケージには裏なメッセージが込められてるわけですよ。確かにあなたが普段見ているようなパッケージにもこういった裏のメッセージが隠されているのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。閉まりましたよ。そういうことだよ。被爆少年といえば話の剣。え？想像つかん覚悟でぶかまれてるやつら蹴っ飛ばして誰もが羨む生き様見せるぜ、yeah yeah yeah。